今回はサイロン1の3回目やっていこうと思います。いや、1回目と2回目は普通にグダったから、まあやめておきます。で、今回ここ水じゃない火のクエストなんで水キャラ使うんですよ。で、今回の新しいやつらに水キャラはいないんで、ルインで多分大丈夫だと思う。ダメ用のダメージはどれくらい食らうかはちょっとわかんない。で、この価値これ2ターンで即死打ってくるんで、あのマジですぐ倒せるから最初に倒しておきましょう。で、今回はあれだったね、あのアストの位置がすごい難しくて、他は多分適正ガチャゲン持ってたらそこまで大きな苦労することなくいけそうな気がする。で、アストの位置だけは適正ガチャゲン持ってても苦労するみたいな。前回のなんだっけ、どこかも1個あったはず、そんな難しいの。適正ガチャゲン持ってても難しいみたいな感じのやつ。で、トーマリーがいいかどうかはちょっとわかんないですね。で、ここが、またこの価値倒して、倒せねえ。で、これ即死だから、さっさと倒さないといけないですよね。だから、なんとかしていきたいな。こう打って。で、ゴリラ、右下と左上のあのゴリラは、一応即死じゃないんですけど、1万5000のかなり広範囲の白爆発撃ってくるんで、まあ一発くらいならヒットポイント次第では耐えると思う。ただ2発は絶対に受けきれないんで、で、全部倒すと、これは、あれする。防御弾。はい。あぶね。次だ。あー、これか。で、これ多分横間でちゃんと倒せるんで、こんな感じで。で、大丈夫と。だから結構ギリギリなんですよね。ちょっとぐだると多分、やばい。で、キンハート回収して、ちゃんと抜ける。いや、こういうのも、マジで大事だからね。で、ここは、まあ、とりあえずここ倒しといて。ありがてえ。ありがてえ。すげえありがてえ。で、吹っ飛ばししてくる。で、またこれ全部倒して防御ダウンしたら、ボス叩くみたいな。おー、あれ倒して。ダメだ。倒しきれねえ。で、この右のやつのでかい数字は、なんだったっけ、攻撃アップだったかな、敵全体の。で、かなり火ダメ大きくなるんで、まあ、倒しましょうと。で、あとは、殴って友情で多分無理やりいけるはず。はいはいはい。で、これ防御ダウンするんで、名前なんだったっけこれ。アストだったっけ、名前ちょっと忘れちゃったけど。で、これ、なんかすごいね、判定ちっちゃいから内部弱点に見えるけど、これ内部弱点じゃなくて、めちゃくちゃボスがちっちゃいんですよ。なので、普通に今このルーインの弱点ロックオン衝撃波見たらわかるけど、普通に当たるんですよね。で、前回、ここで死んだんですよね。この次のここ。エンマ天がボスのとこですね。なんとかあの価値まで、いやー無理。あの価値無理だ。で、こうなっちゃうと、あの価値のために一手使わないといけなくなるから、ちょっともったいないんですよね。結構あれだからな、判定が。倒して、くそ。いや、あそこね、意外と、なんか広い気がするんですよ。で、4P でいけるから 3P あそこの間。で、これがね、結構弾かれるんですよね。うまくいったな。お、いった。うまいことやらないと、この弱点で弾き返されるんで、挟まる前に当たっちゃって。で、ここも、なんとかこれ下からこう行きたいんだけどな。で、意外とこの下も、くそ、イレバン仕上がる。で、まだ大丈夫だから、直接いけるか、これ。あー、多分大丈夫そう。はい。よし。いや、前回この処理にぐだってお亡くなりになったから、わー、これどうだろう。あと3手でしょ ?SS 何だったっけ、反撃モード、自強化反撃か。どうしよう。挟まるのは多分角度的に無理だしな。横間で薄く上がっていくか。はい。行くよ、パパ。
私たちの力でみんなを弱っ弱っ、こんな削れるな、あこんな削れるなら SS 使わなくてよかったな。まあこれもね、多分今後やる方の参考になれば幸いです。これぐらい削れるんで、多分そんなに適当に斜めに入ってもいけんじゃないかって。うん、で多分弱点がうまいこと噛み合えばロックオン衝撃波も多分仕事してくれるはず。うわー嫌な予感しかしねー。これ1手でミスったら死ぬとかそんなすげえ鬼畜なことしてこないよね。せめて2手でしょ。危ねえ、分かんなかった。まあもし多分誰かは事故ってると思うんで、生放送でやってる方たちはきっと誰か1人くらいは。なのでまあそれかコメント欄でね、知ってる方はこれ書いておいてください。即死か即死じゃないか。間、間、よし、危ねえ。でも、多分一体くらい、あれ、なんだったっけ、やばい、これは、ハート絶対取っちゃうな。それか 3P をずらすか。あやべ、まあ 3P ずれたからいいや、何も狙ってなかったけど、意外とあれだな、なんかスカスカだな、意外と痩せてる。でこれでこの間カンカンして、いや結構配置良かったなこれで、防御ダウンする。でもあ呼び出しとかも何もないんか。じゃあこれで、あでも意外と硬意外と硬いな今度は。あ呼び出し来たー、呼び出しが来たな。で、多分これ倒さないとめちゃくちゃめんどくさくなるタイプ。うわー、2点いる、2点いるタイプか。もう1回、よし、危ねえ。で、これ縦勘で、多分ここ挟まれるんじゃないか。よし、うわー、でもあんまり削れねえ。で、3P そこ、まあ、ここの間挟まる。あでも挟まればいけそうだから、ちょっとぐらいならグダっても挟まったらなんとかなるかな。これは多分ここから負けることはないから、でも次の配置もわかんないしな。あんまり挟まってなんか変なとこ行きたくないしな。ちょっと暴れる感じでグダろ。はい、で味方の配置ぐちゃぐちゃにして、多分またバラバラな配置で、あのさっきのあのカンカンして処理みたいなことさせられそうだから、ちょっとよし、諦せつよ、罪あるものとも。多分これでなんとかなるでしょう、配置的に。であとルーインの SS もちょっとだけ貯められたね。おお、ああこれは価値倒して、まあ、とりあえず価値を倒して、うっ、うわやばい、これはまずい、うわこれはまずい、くそ、やっぱ配置ずらしたの失敗だったかもしれない。あそこの配置だったのは良かったんだけど、やべ、これはあれミスったら死ぬな。ちょっと待って、これ一発 SS 使ってちょっと暴れ期待するわ。ここで意外とこれ暴れも通用するんで、なんとか、なんとか、よしよし、危ねえ、なんとか1セット処理できた。これは本当に助かる。で HP が多分左下に入り込めるから多分なんとかなるし、いやこれは多分判定的にね、下バウンドから上はいけるか、なんかギリギリダメな気がするなこれ。いやでも狙うしかないか、多分無理な気がする。やっぱり。であれ倒しちゃう。くそ、反撃で倒せればな。ホーミングで、まあ多分左下、クラガハショミ出て、これで多分なんとかなるはず。よし。お、おーぶ、焦る、焦るわ、全く。で、呼び出しで、あー、勝ちね。よし、これはとりあえず価値倒して、いやこの2ターンの即死っていうのマジ心臓に悪いからやめてほしいな。でこういきます。でも意外と判定があれだからな。ででも弱点殴るんじゃなくて多分カンカンした方が削れそうな気がするんですよね。弱点倍率多分普通な気がする。右か下、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 そっち行くのね。あやべ、意外とあれだ、意外と痩せてる。やべ、意外とスリムな子か。で下か右、よしよし、きたで縦勘で削る。クソ野郎
バカ野郎、何してんの。やべ、あと2ターンか。いや、でもこれはいける、これは多分いける。ここでカンカンして、いやー、これはいけ。クソ、一番遠い、一番遠いな。うーん、いや、多分信じる、これはルーインを信じる。カンカンでいける、よし。クソ、あそこで入れ番しなければな。うわ、みんな右配置か、ちょっと怖いし、角だとあの配置的になんか挟まれそうで怖い。ほら、やっぱり。うわ、これどうしよう。暴れて、暴れないとちょっと厳しい気がするな。はい、で、価値をなんとか倒したいから、あのセットだ、よしよし、それはでかい、それは大変、それは助かるぞ。で、価値はとりあえず丁寧に1体倒す。で、3P とあれでいけるから、ま、靴はまあいいか。はい。よし、これはまあこ、おー、おなみさっきの入れ歯、しかも金歯まで湧いてくる。これは、うわ、丁寧にこういっても、でも角度がな、いや、こういう時にね、こうやってビビるか、あれするかがね、多分勝敗を分ける。ちゃんと丁寧にいこう。まあ、失敗しても 4P いるしね、それでリカバリーできるから。ね、リカバリーできるから、なんとかなるから。え、これ SS 使おうかな。一発ちょっとこういうのでね、なんかミスって負けるのすごい嫌だからな。で、2発、あ、1発、8だから。いや、多分これぴったり 3P 打てるから多分大丈夫。はい。あ、やべ、これ薄いかも。あ、危ね。なんとか、なんとか成功した。じゃあ SS 使わなくてよかったな。まあ、結果論だからあれだけど。で、あとは多分ザコ一回呼び出ししてきて、うん。はぁ。まあ、とりあえず、こういきます。で、暴れて、まあ、もう一周できたらラッキーって感じで。よし、OK。で、SS。あー、そっちか。いや、もう一回回ってくるから大丈夫で、とりあえずこれは、弱点与えだしな。暴れてもあれし、横勘でいくか。はい。全然削れない。多分これ壁にどっか行くと思うんですよ。そうじゃないと絶対削れないもん。こう打って。うわ、やべ、これあれだあれだ、21ターンだ。お、ここで信じるよ、信じるよ、信じるよ。挟まれるの信じるよ。いや、上、あ、そうか、上弱ないんだ。これ、削れる、これ。削り切れるか、これ。丁寧に入らないかな、これ。で、これで、いや、全然削れな。いや、おかしくない？弱点倍率高いのか、もしかして。いや、これ。これは微妙、弱点右じゃないと多分負ける。右じゃないと多分負ける。右じゃないと負ける。うわ、真ん中行きやがった。しかも、これ、うわ、大丈夫か、これ。あ、無理くせ。これは多分無理くさい。いや、まだわかんない。反撃がある。反撃があるからまだわかんない。ダメだ、全然通じねえ。帰ってきたぞ、ここまで。結構時間かかった。あと、もう負けたくないから、10% 削りも、今回は使ってる。で、確か、死ぬとき真ん中だったから、多分もうここは真ん中にきっといなきゃいけないから、もうしょうがないね。はい。うわ、全然削れないんですよね。あ、やべやべやべ、4P を外に出したらダメ、外、4P 外で。うわ、やっちまった。4P 外に出すのは一番やっちゃう。これって上に来るからね。で、そっちでしょ。まあ、とりあえずここ上入って。うお、削っ、いやー、ちょっと微妙だな、これ。4P がな、上にいたらな、クソ、2P の SS 打つんじゃなかったかもしれない。わ、これ頭の上入るかどうかだな。うわ、横勘でいく？ビビる？ビビるか。いや、でも剣持ってるし、いや、ここは自分の実力を信じる。はい。いや、自分の実力の成果でしょ、これは。いや、全然違う。全然違う。でも多分これ削り切れる。これは多分削り切れる。
これは多分横間でちゃんといける、横間でちゃんといける。よし、あぶね、剣持ってなかったら、いや剣持っててもギリギリいけたかな。いやむずいな、あとこれ2つあるんでしょ。